はい、おはようございます。カッパパです。はい、今日はね、豊胸山に登ります。はい、ここはね、豊胸山の小田休憩所、まあ、それのね、駐車場なんですけど、まあ、山はね、もう目の前にありますね。上の、なんだろう、アンテナ塔かな、なんか立ってますね。僕はあの豊胸山、もちろん初めてなんでよくわかんないんですけど、小田城コースっていうのかな、まあ、一旦ね、こっちの県道に出て、まあ、行くっていうルートもあるんですけど、こっちからも行けるようなんで、こっちからね、歩いていきたいと思います。もうあそこ山頂見えてるよね。はい、あ、もう看板出てるわ。まっすぐは登山ルートではありませんと。こっちですね、小田城コース。こんなね、可愛いお地蔵様がすごいな、これ。なんだよこれは。わあ、なんかさ、櫓みたいのがある。はい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 。おお、妖怪展望所だって。ああ、すごいよ、筑波が。みんな見えちゃうよ。ほう。はい、小田城コース、こっちですね。これが妖怪展望台だって。どっか登んの。あ、これか。ええー。まあ、ちょっと登るのは次回ということで。うん、俺が乗ったら崩れちゃうな。あ、ここで小田城コースと合流するわけね。これ丁字路になってるから。こっちの県道の方から登ってきて、で、ここで合流して、こっちが山頂ですね。なるほど。豊胸山の山頂は、まあ、こっち側行くらしいんですけど、ちょっと登るとね、富岡山っていう頂があるっていうね、まあ、ちょっと外れてね、登っています。まあ、コースアウトするわけじゃなくて、まあ、一応地図には載ってるんですけど、まあ、かなり滑る感じだね、これ。おっとっと。おお。お、これがもしかして富岡、あ、富岡山山頂。富岡山頂。110メートル。いやー。いやー。無酸素でよく登ったね、ここまで。頑張ったね。うん、すげえな、その木。崩れるよ、気をつけないと。え？これ昔あの、ハンプティ・ダンプティが座ってたやつだよ、これ。はい、じゃあね、富岡山山頂を後にして、本来の目的地、豊胸山に向かいます。お、なんかある。ああ。はいはいはい。まっすぐ行くと山頂で、右行くと極楽寺コースの合流に行くんだ。いろいろ合流できるんだね、途中からね。うん。極楽寺コースはね、あの、下りに使おうと思ってるんですよ。
はい、七曲がり、まあ要はくねくねしてるってことかな。で昔ね、太陽に吠えろの、あの警察署ってあれ七曲がり署って言ったんだよねやっとねこの辺から登山っぽくなってきた感じがします。あと山頂まで1時間ぐらいかな。ね、気温が上がってきたんでちょっと息が苦しくなってきました。今の何？今の変身ヒーローになりたかったんだあのね、バロムワンになりたかったバロムワンあと一人必要なんだけどね。はい、立て札スズリシ、スズリシ、これか、うん、ああこう、うん、これでほら、うん、これあれだね、徳川家康がさよく薬草をこうやってたりする、うん、あーすごいね、本当にスズリになってるね、これ。おー暑い、なんか岩だ岩。え？結構椅子ベンチがいっぱいありますね。こう見晴らしがね、こんな感じで、端っこの方に霞ヶ浦が見えますね。土浦だね、あの辺はね。はい、いい展望です。はい、これはベンチがある、あ、分岐になってる。あ、ここがね、小田城コースと、北から登ってくる山口コースのバージョン2、山口コース2の合流地点ですね。 T 字路になってます。で、山頂までね、0.3 キロだって。山頂こっちね。0.3 キロ、300メーター。まあ、15、6分ですね。行ってみましょう。はい。あ、ここでね、山頂直下で、2つに分かれるんですね。こう、正面行くと、トイレって書いてあるね。300m で、左行くと山頂 200m だから、トイレっていう方に行くと、まあ、山頂巻く形で行くってことですよね。はい、じゃあこっち行ってみようか。近い方、結構こう急登ですねこれ下りは怖いね。そう、この滑り止めの木がね、こう地面に打ってあるからいいけど、そう、これちょっと昨日雨降ったってこともあるけど、結構滑ってますね。うわ、でかっ、こんなのあんの。へえ、すごいな、アンテナ基地だな。なんか密草原にもこういうのあったけどね。はい、浅間神社お邪魔します。おお、あれ、この看板見たことあるよ、これ。宝鏡山461m 来た、東京山山頂です。ふう。わあ。はい、山頂のね、東側ですね。おお。すごいな、これ。ほら、土浦だね。
霞ヶ浦があって、こっちは龍ヶ崎とか成田か、仏塔が立ってる。これが宝鏡さんの名前と何か関係ありそうな感じ。宝鏡院と、ああ、やっぱこれがあるから宝鏡さんっていうかな。はい、今ね8時32分ですね。じゃあ山頂で、筑波山を目の前にしてね、美味しいスープを食べてね、これから下山したいと思います。降りるコースはね、今度は行きと違って極楽寺コース、下りのコースは極楽寺コースで降りていきたいと思います。はい、そうですね、よし。いやーすごいね、続々と上がってきたね。おお、これがそうか。はい、じゃあね、帰りは極楽寺コースで降りるんで、こっち通ってきます。さっきね、あのバイオトイレありましたけど、いやー大したもんだね。あの山頂じゃなくてね、山頂まあすぐ下にあるんですけど、いや何がね大したもんだって思ったかっていうと、あの協力金入れてくださいっていう箱もないしね、まあお金取んないから偉いってわけじゃないけど、ただねやっぱりこういう人がいっぱい来るところにね、バイオトイレを設置するっていうね、まあそういう風な自治体の方とかね、あとはボランティアの方とかのまあご努力がねあったんだと思いますけど、まあ、そういうところはね、栃木県見習ってほしいところですね。ああ、なんかあるよ、これ。カラボリアと。はい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 。まあ、そう言われてみるとそうだな。縦札ないとわかんないけど。じゃあ。はい。ここはね分岐だから極楽寺右行くんだね、こっちですね。じゃあこのコースはさ、いいね、爽やかで、ね、道は広いし、こういった至る所にね休憩所が設けられてるし、この山はね素晴らしいよ、本当に。どこが白滝なんだ。あ、あれか。通ってきたの。ああ、はいはいはい。
あれが白滝なんだ。あと言われて、まあ、言われりゃそうだね、まあ、渡良瀬遊水地だね、形が一気に開けましたね。おお、気持ちいい風。はい、これが五輪の塔ですね。五輪のってのが入るかどうか分かんないけど、五輪塔でかでかいね。はい、あとね、駐車場まで 300m ぐらいの地点です。宝鏡山が、まあ、綺麗に見える、まあ、この辺がギリギリだと思います。ちょうどあの山頂のね、まあ、電波塔がよく見えますね。今日登ってみてね、まあ、小田城コースで登って極楽寺コースで降りてきたんですが、まあ、とにかく両方のコースともね、よく整備されて登りやすかったです。また山頂も、まあ、イステーブルも多くて、でさらにね、まあ、360度見渡せまして、特にね、間近に筑波山が実に立派にね、こう見えます。非常にいい山でした。来てよかったと思います。ということでございまして、今日もね、宝鏡山を登る。ご覧いただいてありがとうございました。カババでした。